はい、足立です。今日も一日ノートリミターズしてワクワクだらけでいきましょう。今日も名言いってみましょう。今日これでいってますか、読み人知らず名言、シンプルに何事も複雑なものはうまくいかない。これはでもいい名言なんだよ。シンプルに何事も複雑なものはうまくいかない。大丈夫ですか、あなた。とにかくシンプルに、多くの言葉を要してやっと伝わるものは人には伝わらない、ヒットしない。よくいるっしょ、なんだか知んねえけど長い説明聞かされてで何っていう人。ああなっちゃダメですからね。理路整然というか、とにかくシンプルに説明しようよ、ね、あのね、口コミというか、あのこれもうヒットの大法則なんだけど、それが全てじゃないよ。ヒットの法則の中の結構大きく大切なことなんだけど、とにかく単純なこと。その番組どんな番組って言われた時に、こうこうこういう番組です、はい、以上って説明できなきゃダメなんですよ。ヒットしない番組は、こうこうこういうのもあって、これをこうこうこういう風にすると、だからこういうことになるのをお届けするんですけれども、でもバージョンとしてこんなのもあってみたいなとかさ、もうそういう説明の仕方で伝わる番組はもう絶対にヒットしない。もうごくシンプルに一言で言えるもの。これは番組のみならず、あなたが例えば会社で企画を考えるとき、なんかわかんないけど新商品を考えるとき、何かのアイディアを出すときも必ずそう、一言で説明できないとダメ。これがこうなって、こうなるときこうなって、だからこうなって、そこにこれを足して、こうなることもあるんでこうね、みたいなさ、そういうのは絶対人に伝わらないもん。だって、口コミに乗らないもん。知ってる？あれ、こうこうこうなんだぜ。このくらいで説明できないからね。だからね、俺らよくね、企画書書くときに、テレビのラテラン、テレビのラテランってよくできたもんで、1行10文字じゃん。でまあ番組タイトルがあって内容説明があってか分かんないけど、とにかくね20文字で説明できないものは伝わんない。だから企画書のドア頭に、まだまだテレビ番組になっていないんだけど、テレビ番組になった体でラテランを書くのよ。40行とかで番組タイトルと内容説明3行みたいな、まあいずれにしても20文字で、20文字で内容が伝わるかどうかっていうのが大事。20文字で説明できるものは人に伝わる、で理解してもらえる。もう何十文字もかけてやっと説明しなきゃいけないものは人に伝わんないし、理解してもらえない、ヒットしないかな。だからあなたもチェックしてみてください。今あなたがやっている仕事、抱えているもの、作っているもの、提供しているサービス、一言で説明できますか、他人に。ちょっとチェックしてみてください。15秒で説明できるかね、大事だと思います。チェックしてみましょうね。エレベーターピッチなんてのも時々やりますよね。俺も講座とかやった時にエレベーターピッチの練習とかみんなでするんですけれども、あなた何やってる人って言われた時に、本当にエレベーターピッチ、エレベーターが縛って次の階についてチンってあくまでの間に説明しなきゃいけない、説明しきんなきゃいけないわけですよね。これまた話す長くなるからネットで叩いてください。シリコンバレーでやっているこう人たちが投資家とエレベーターに乗った時に、その投資家が目的とする会に行って降りるまでの間に、今僕はこういう開発をしているんです、こういうことをやってるんですって説明して、面白い、よしそれに投資するって言わせなきゃいけないっていうので、エレベーターピッチっていうまあ単語ができたらしいんですけれども伝わった、今シンプルに伝わった、エレベーターピッチの説明が。いずれにしてもシンプルに、仕事のみならず、まあ、例えば恋愛、人間関係もそうですよ。シンプルに伝えよう。なんかこう、策を弄して、伏線張って、なんか、情報小出しにしてみたいなのさ、なんかやめよう、いいや、ドスンシンプルでいいじゃん。なんてことを思いました。ね、よし、今日もシンプルにいこう。シンプルイズベスト。わかりやすく、無駄なものを削ぎ落としていこう。と思います。よし、今日もワクワクできました。私でした。